こんばんは、赤坂圭一です。今日もね、テレポ放送局の時間でございます。言い忘れるとね、いけないので今のうちに言っときます。明けましておめでとうございます。2023年もよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。赤坂圭一のテレポ放送局。さあ始まりました、赤坂圭一のテレポ放送局。パーソナリティは T ライズ所属芸人、そして岩手お笑い集団テレポ代表、赤坂圭一です。この番組はラジオ大好き赤坂圭一が仙台岩手のお笑いの魅力やさまざまな分野についてお伝えするトークバラエティ番組です。はい、今回もアシスタントいます。この方、どうも、相澤和也です。はい、お願いします。お願いします。あれ先月あったんだよね。でも大の馬二つ。ああ、そうですね、ありましたね。結構出てるね。じゃあね、そんなことはない。ああ、そう、大の真っ二つも3ヶ月に1回ぐらいしか出てない。いや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 、だって毎週のように出てるじゃん。だって先月はこれも出てさ、あのお笑いし、あ、お笑いしたいです、出てないんだっけ。お笑いしたいですは出たんだよね。いや、出ましたね。で、はい、でしょ、あの大の真っ二つでしょ。大の真っ二つ、もう水曜レギュラーみたいなもんじゃん。そんなことない。11月は前半終わってんだから、ね、前半ごっそり。いや、まあよろしくお願いしますよ、ね。あの収録日がね、今日が12月11日だね。で、10日にさ、ザ・ W があったわけですよ。はいはいはい、はい。うん、で、僕、あの河村美久さんすごい良かったんで、女芸人のね、女芸人らしいコント、女芸人しかできないコントとオチまで完璧な流れがすごい良かったんで、うん、バスの中でね、今日来るバスの途中で、今日来るバス、途中のバスで大丈夫か、落ち着くよ、ね、大丈夫ですか、うん、今日来る途中のバスで、あの川村美久さん良かったと、うん、ツイートしたのね、うん。そしたら、あの、まあ、ザ・W のハッシュタグをつけてたから、はい、知らない人からもいいねがついたわけ、うん。で、このツイートをいいねするようなやつはどんなやつだろうって結構見に行くじゃない、はいはい。うん、そしたらさ、まあ、ザ・W のハッシュタグから来たんだろうね、うん。それにそのザ・ W のことつぶやいててさ、はい、米田2000は中高生でも思いつくようなネタだったって書いて、思いつくか、いや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 、そん、僕はそんな風には思ってないからねって思ってないです思って、同じにするなよって思ってね。同じにしないですよ、まあ、展開とかが絶対思いつかないですから、ね。そうそうそう、うん、そんなことは思ってない、一緒にしないでくださいね、はい。ということで、まあ、今年ね、最後のテレポ放送局でございますので、はい、張り切ってまいりましょう、うん。メール募集してます。762@radio3.jp 762@radio3.jp で、ハッシュタグ、ラジオ 3GL でつぶやいていただくと見に行きますんでね、はい、ツイート見に行きますんで、ぜひつぶやいてください。よろしくお願いしますということで、音楽アプリあるじゃない、はい。音楽アプリでさ、あの年末になると今年あなたが聴いた曲みたいなのを選んでくれるわけですよ。で、僕が今年一番聴いてた曲です、はい。聴いてください。米津玄師 M87。さあ、お送りしております赤坂圭一のテレポ放送局。パーソナリティは T ライズ所属芸人、そして岩手お笑い集団テレポ代表、赤坂圭一です。そしてアシスタントはこの人、相澤和也です。はい、お願いします。ワールドカップ見てるわけねえかあ、まあ、なんか結果だけこう見てるみたいな感じですね。あ、はい、そう、僕やっと分かったわ、はい、サッカーとか野球の楽しみ方。あ、ついに、あついに分かりました。応援してるチームの試合は見ないそう、あ、そうなんでこんなになんかサッカーとか野球にモヤモヤするんだろうなと思ったらさ、はいはい、やっぱ応援してるチームが負けちゃうかもしれないっていうモヤモヤが本当に僕ストレスで死にたくなるし、そんなにそんなに、うん、まあ確かにね、勝負事ですからね、どっちかは勝つしどっちかは負けるし、なってたんだなってのが分かってさ、あ、日本が敗退してから、うん、ワールドカップめちゃめちゃ見てます、そう、あ、じゃあめちゃめちゃって言うとあれかもしれないけど本当に純粋にそのスポーツの試合として、そう、あ、今のプレーすごいなみたいな、うん、技術を見れるね。あ、そう、やっぱベスト8ぐらいのそう、いや、あのアベマで今全部買ってるんだよね、放送権を。あ、ワールドカップ、はい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 、だからスマホでさ、寝る前に眠くなるまで見れるわけ、うん、すごいいいよ、うん。で、なんか賞レースをなんか、はいはい、めちゃめちゃ熱くツイートしてる人いるじゃない。あ、まあいますね。はいはいはい、こんなにこ自分の応援してるやつを、はいはい、自分の応援してるコンビが敗退した時とかめちゃめちゃなんか言って、うん、あ、そっか、これだと、
はい、みんななんか応援してるコンビがいるからこうなっちゃうんだと思って。そう、僕は逆に賞レースはみんなあの尊敬してるというか、確かにそう、応援してるコンビっていうか全員応援してるから、うん、そうですね、もうお笑いそのものが好きだよっていう、うん、その特定の誰かとかじゃなくて、そう、よく分かったわあの気持ちが、うん、そう、僕それがなんか熱く出てるんだなと。僕はもう逆にもう応援してるチームが負けちゃうと思ってマイナス入れてるんだけど、うん、ああそういうことなんだなと思ってワールドカップでようやく分かったわ。うん、そういうことなんですね。そう、ありがとうワールドカップ。はい、そう、プロレスもそうだもん。プロレスも別に、はいはい、あのどっちが勝とうが負けようがああすごいなと思って見てるんだけど、ああ試合そのものが面白いからってことですね。そう、だからそうだよ、応援していないチームがいるときに見りゃいいんだ。そう、純粋に楽しむには。そうですね。そうだ、よかったわかった、よかったなと思った、うん、そんなお話でございました。大体サッカースタジアムってその、うん、分かれてますもんね。そう、そのアウェー側とホーム側みたいな感じで、うん、真ん中のどっちでもないゾーンみたいな、純粋に試合見たいゾーンみたいな、ですよね。今まで日本戦しか見てないし、高校もただ前のめりになって見るっていう、そうなんだ、わーわーとか言わずに前のめりで。テレビ放映もそうじゃない。ね、とてもいい試合は地上波では流さないじゃないですか。うん、ようやく分かったわ。そうですね、遅かった。34にして、ね、ようやく分かったなっていうことで。はい、あと、いぎなりがね、ありましたね。ありました。今年最後のいぎなり、はい。ありがとうございました、ご来場ね。うん、MC をやらせていただきまして。はい、あの、上がれなかったんだよね。え上がれなかったんだよ、ね。ああ、そうですね。そう、最後最後。そう、僕がねピンで出た竹にすずめで、うん、ちゃんと落ちました。そう、うん、3組中2組上がれるんだけどね。そう、僕は出れなくてね。僕はというか新役は出れなくて、そう、はいはい、MC を頑張りましたけども、うん、はい、あとオープニングがね長くなったじゃないですか。はい、うん、あなたのボックス出身系のせいですからね。いや、これはね、ちょっと言い訳をさせてほしいんですけども、ボックス終身刑、まあ、そのオープニングね、うん、そのギャグやったんですよ、そのボックス終身刑ってボックスを踏んでみたいな、うん、そう、はい、で、それもあのその週の月曜日ぐらい、火曜日かな、ぐらいに、あのワッキーかやまさんっていうね、あの仙台の、まあ、タレントのワッキーさんがやってる、ガンタマ侍っていう生配信があったんですよ、はいはいはい、で、そこに、まあ、ちょっと、出演者が足りないということで、まあ、ピンチヒッター的な感じでね、ちょっと出させていただきまして、出てました、はい、で、その時にあのコメント欄で、その僕が本当にマジ4年ぐらい前に1回しかやってないんですよ、そのボックス終身刑、ボックス終身刑でも、ね、あの法廷でボックスを踏むっていうギャグなんですけど、それを書いてきたやつがいて、そのコメント欄でボックス終身刑、え、それどんなやつなのみたいな、ワッキーさんも食いついてくるんで、こうやったら、なんか変に盛り上がっちゃって、その場が。まあまあまあ、そうで、ワッキーさんもなんかその気になっちゃって、愛蔵和也よりなんかボックス終身刑に改名した方がいいんじゃないのみたいな。そんなわけねえ。そんなわけねえ。言い出して。何言ってんの。そう、で、じゃあとりあえずまあ、一回変えないけど、うん、ちょっと一回とりあえずライブでやりますっていう話をして、その約束を守ったんです、僕。男として、ああそうなんだ、ね、男として、その約束を守ったので、ボックス終身刑をやって、そしたらみんなもなんかそこに乗っかってて変な流れが生まれてしまったっていう、そういう経緯なんです。なるほどな。で、俺ちょっとびっくりしたのが、今日収録来るときに、その知り合いの方から連絡がありまして、なんかポプテミミック、ポプテピピック、ピピック、ポプテピピックっていうそのアニメの、まあなんかちょっと派生系みたいなやつで、なんか、ほぼまんま同じようなことをやってるシーンがあったらしくて、あ、そうなんですね、本当にその法廷で被告人前へ、うん、こう右へみたいな感じであのボックスを踏ませるっていう、シーンがあったらしくて、本当にでもどっちが先かは分かんないですけど、もう僕は4年前にやってたんで、どっちが、まあ、パクリとかではないんですけど、あ、でもこれで本当に裁判が起こるかもしれないからボックス裁判、そうボックス裁判が多い、相沢和也側とポプテピピック側どっちもボックスを踏まないといけないかもしれない、あ、それは、あ、そうなんだ、そっか、じゃあどこで見れるのそれは。え、でもなんか YouTube でその公式の切り抜きみたいなのがなんか上がってて、それで見たんですけど、あ、そうなんだ、はい、じゃあ見れるんだ、見れますね、そうか、ガンタマ侍のボックス主人権もまだ見れるもんね、あ、アーカイブは、うん、あの残ってる、うん、あれ見れます、どっち見比べていただけるとね、どっちが、まあ
先かっていうよりどっちの完成度が高いかみたいなね、比べられると思いますよそれは。あ、そんなのがあったのね、うん、まあ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 、僕もあの最初に一番最初に振ったからな。そう、最後になんかランキング順番的に最後に来るもんだと思ってて、そうそう、最後にこれやって、いやなんだそれみたいな感じで、うん、終わるのかなと思ったら最初になっちゃったからみんなそこにのそうなんかね重ねてっちゃって、まあまあまあ、これでまた広まればいいねボックス出身系はね。まあそうですね、もうもうね、あの今年の、いきなりライブもありがとうございました、本当に。そう、あ、そっか、残れなかったのか。そうなんですよ、結構僅差で、うん、そうだよね、落ちまして。いやでもなんかランキングがなんか11月、12月はめちゃめちゃ入れ替わってて、はい、すごい面白いね。そうですね、やっぱりこういうのがあると面白いよね、うん。来年も来ていただければなと思いますよ。はい、ぜひぜひ。ボリューム236かが1月6日の金曜日ですね、仙台市シルバーセンター交流ホールにて行われますんで、前売りが800円、当日1000円でございますんで、まあパスマーケットで芸人コードをね使って、買っていただくと、はい、スムーズかなと思います。芸人取り置きができるよっていう芸人コードが、ね、ありますんで、よろしくお願いしますということですね。まあ今年も終わるんですけど、はい、僕あのホットスナック赤坂っていうね、ああやってましたね、やってたんですよ、はいはい、YouTube を、うん、まあ岩手帰ったじゃないですか、はい、ホットスナック一切食べなくなってそもそもコンビニがあんまりないんですだっけ。そうなんですよ、だローソン行くのに、はい、まあ歩いて40分ぐらいかかるんですよ。そう、最寄りのローソンが歩いて40分ぐらいかかるんで、もう食べないよね。で、うん、この収録前にさ、はい、あの七チキのレッドっていうのをね、セブンイレブンさんのいただいたんですが、はい、うまいねびっくりした。やっぱりホットスナックは美味しいですね。ホットスナック美味しいなっていうのがね、うん、ありまして、まあ、ただあの一つだけちょっとホットスナック界に衝撃が走るニュースがありまして、はい、あのファミリーマートさんの定番商品ファミチキ、はい、こちら値上げするそうですそう、ああちょっとね、今いくらかわかんないけど、はい、1個220円になるそうなんですよ。あ、結構上がりますね、うん、ちょっとねこれは痛いんじゃないかなと。確かに、うん、ホットスナック界、ね、ちょっと僕はちょっとホットスナック赤坂を返上しないといけないなと思ってるんでちょっと誰かホットスナックを継いでくれないかなとは思ってるんですけどそう、値上げでね、ちょっと向かい風吹いてますんで、ファミチキの、うん、いやだからそのホットスナック界誰か盛り上げていただければなと思っております。赤坂さんがその消費を支えてたわけではない、うん、あ、そうなのホットスナック一人であ、そっかそのやってたから今までこの値段で抑えられたことないんですよ。食べなくなったからじゃないのこれ。そこまでじゃないんですよ。あ、そうなんだ。もちろんね、そういう人たちがいっぱいいて成り立つものでありますよね。めちゃめちゃ責任感じてたんだけどね違うんですよ。あ、違うんだ。多分もっと食べてる人いますそっか。あ、うん、まあ、食べ過ぎは気をつけてほしいんですけども、まあ、そうですね、うん、塩分とか高いんで、うん、はい、ということでまあ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 そんな感じでございますよ。まあ来年もちょっと頑張っていきましょうっていうことですね。はい、はい、ということで、僕が、今年2番目に多く聴いた曲ですね、はい、聴いていただきましょう。インナージャーニー、グッバイ来世でまた会おう。赤坂圭一の YouTube になりたいです。さあ、このコーナーは赤坂圭一が人気 YouTuber、 いや YouTube になるためにはどうしたらいいのかをみんなで考えていくコーナーですと、はい、ということで、まあ、ネットで何してるのみたいな、はいはい、SNS 運営をどうしてるのみたいなコーナーでございますけども、はい、まあホットスナック赤坂はね、うん、休止中なんでございますけども、はい、コンビニが近くにねっていうことでね、うん、休止中なんでございますけども、はい、さあ、まあライブ配信中心に赤坂は行っております。ポコチャと TikTok ライブ、はい、ちょっと併用してたんですけど、うん、ポコチャの頻度が減りました。あ、激減しましたね。なぜなら TikTok ライブの方が効果があるからです。あ、やっぱそうなんですね。金銭面、うん、人いいね、コメントやっぱりそう、なんかうまくいってる方を重視したいじゃない。まあ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 そうそうなってきますわね。そうなのよ。なんかやっぱりポコちゃん2年間頑固にやってたんだけどさ、はい、何この TikTok ライブ始めて3ヶ月で
何この感じみたいな感じたことない感じみたいな、うん、そうだからまあ誰だよって話するけどさ、龍崎一国さんがさ誰だよ、ね、そう我々が出てる、ね、うん、生配信とかのそうそう、まあ、よく出てる方がいるんですよ、うん、はい、でミラティブっていうのをやってて、はいはい、ミラティブを見てる人がたまに来るじゃない、あの竹にすずめ TV とかの生配信のコメント欄に、うん、ね、それと同じように僕の TikTok ライブのお客さんがコメントを残してくれたりするんで、うん、ポコジャではなかったんだよね、そう、確かにそこだけみたいな、そう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 、うん、だから僕に興味を持ってくれる人がまあ増えるっていうのはすごいいいことだなと思ったりとか、でまあ Amazon 欲しいものリスト載せろよって言われるの、送るから、本当に送ってきたの、はいはいはい、そう、こんなのも今までなかったなと思ってそうなかなかないですよ、送らせろっていう、そうなかったなと思って、本当に載せたら送ってくれるっていうのがマジでなかったんで、いやいやいや、もうそりゃやるよね、TikTok ライブもね。だから、ポコちゃんの方も、一応ティーライスじゃない事務所にも入ってるんで、うん、やらないといけないと思うんですけど、まあまあそうですよね。だから、TikTok ライブで増やして、ポコちゃんにちょっと還元しようかなと思って、うん、そんなことは考えてるんで、まあやっぱり、これ何を思ったかっていうと、トライアンドエラーって大事だよねっていうことで、はい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 、そう、なんか、いろいろやってみて、ね、その中から選んでいくっていうことも大事よねって、そう、同じことを続ける継続は力なりみたいなのがなんか日本の風潮で良きとされてるじゃないですかそう、まあ、そうですね、でちょっとやってみてダメだったら違うとこ行くっていうのも、うん、まあありかなと思ってね、はいはいはい、思いましたねちゃんと学んでるよちゃんとAmazon ギフトで送ってもらってるだけじゃないからね、はい、そんな感じでございましたよね、今年1年、うん、いや、これが年末に分かってよかったなと思って、よかったですね、なんかやってる？ツイキャスか、まあツイキャスでもまあ本当にいつもやってること変わんないんですよ、ライブ出てきましたみたいな感じで、ちょっと新しいことをやんないといけないですかね、そろそろ、いや、いいじゃない、でなんだったの今までの話、いや、いいじゃないそう、いや、ほら、やろうと思わないとやらないじゃん、まあそうなんですよ、なんか義務化してきちゃうと、そうそうそう、なんかもう、ちょっと楽しくないみたいな、腰重くなるじゃない、そうそうそう、わかりますよ、そう、だから一番いいの、帰り道配信なんだよね、あ、なんか仕事、職場からの帰り道に、はいはいはい、なんか配信するっていうのが一番いいんだろうけど、うん、うん、でもまあな、難しいよな、そうなんですよね、うん、そう、なんだ、日常に組み込むっていうのが一番楽だとは思うんですけど ね、まあ、そうね、そう、朝、ほら、朝準備しながらライブ配信してる女の子とかいるじゃない、あ、うん、だからああいうことなんだなと思って、うん、まあ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 、そう、あんまりね、ティーライズ、まあ、ティーライズみんなで YouTube 撮りたいよね、なんかね、なんかネタ以外の企画みたいなのさ、確かに、そう、今思ったことをベラベラしゃべってそう、もともと竹にすずめ TV、 そうだから、ああ、そうかそうか、竹にすずめ TV はもうそういうなんか企画なの、企画もんっていうのそう、違うライブは、うん、そのネタコーナー、そうかそうかそうか、もう番組だったんだもんね、竹にすずめ TV、 確かに、そう、うん、ライブはワンコーナーだと、うん、ちょっとそういうこともやってきた、できそうだよね、もう有料版になるからね、うん、はい、ということで、ということでまたね、来年も頑張りましょうということで、赤坂喜一の YouTube になりたいですのコーナーでした。はい、赤坂喜一のテレポ放送局、そろそろ今月もお別れの時間です。告知が直近で言うと12月17日土曜日にですね、はい、仙台市戦災復興記念館4階研修室にて竹にすずめ TV、久しぶりの有観客で行いますんでね、よろしくお願いします。一般700円、当日900円で、高校生以下が500円でございますんで、よろしくお願い、パスマーケットで売ってるんでね、はい、ティーライズのホームページとかご覧ください。ゲストにサンミュージックからニコニコモンスターのお二人が来ますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。久しぶりのゲスト、久しぶりが言えないな今日久しぶりのねゲストでございますんで、はい、よろしくお願いします。あと何か告知あります？そうですね、まあ24
日ですかね、うん、あの泉中央にありますあのアリオとかがあるね、はいはい、おへそ広場っていうところで、うん、あの我々 T ライズの、うん、お笑いイベントがありますんで、うん、午後1時でしたかねぐらいから、まあ、ちょっとまた詳細、うん、出たらまたいろいろとツイッターとか告知させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。あと年末ラジオやるんでしょ。あ、そうですね、あの不安ガールさんが、主導でなんか仙台じゃないな、こうなんか1年間をこう謎かけで振り返ろうみたいな、あ、そう、特番が、うん、ありまして、これ放送日って決まってたんでしたっけ。まだ決まってないんですけど、うん、まあ、年末どっかでやりますんで、うん、これもまたあの追って周知させていただきます。よろしくお願いします。コールセンターが周知を確認しといてくださいじゃないのよ、はい、ということで、まあ、今年も一年ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あの、まあ、僕の来年の目標は、まあ、引き続き死なないと。そう、死なない。そこは、ね、そうノルマですから、ね、そう、あと、まあね、あの番組名になってるテレポもちょっとやっていきたいなとは思ってるんで、そう、知らないのと、はい、うん、お願いします。ちょっと清水さんにね、今年自主ライブとか任せた感じあるので、うん、そう、あの各々ができることをね、自主ライブとかやっていきたいなと思いますんでね、はい、うん、本当に今年もいろいろありましたけどもね。、はい、まあ、本当に来年もどうぞよろしくお願いしますということで、まあ今年もね、ありがとうございました。オープニングのさ、はい、あの、明けましては否定したっけ。じゃあ、そうだね、否定しましょう。明けましておめでとうございますじゃないですよ、はい、明けましておめでとうございますじゃないんで、これ来年もよろしくお願いします、ね、うん、そうですね、お願いします。はい、ということで、まあ、来年もよろしくお願いします。お願いします。ということで、今年も一年ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。そう、ラジオ3さんもびっくりしちゃうからね、うん、否定しとかない。否定しとかないと、と思って。音源聞いた時にさ、びっくりしちゃうな、うん、ラジオ3さんが。いやそう、あの、今日、本当にこれ撮るためだけに仙台来まして。ああ。もう帰ります。これのために。そう。ね、26分のために。そう。まあ、ちょっと、まあ、ね、あの前回のいきなりの時撮ってもよかったんだけど、はい、ちょっとまだ早かったでしょ、いきなりの時撮るにも。そう、まあ、っていうか忘れてたんだよね。ラジオ撮らなきゃって、そう、忘れちゃってたから今日来ましたんで、はい、今日はもう滞在時間、仙台滞在時間5時間でね、うん、撮ります、帰りますんでね。帰りますんでね、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いやなんかあります。はい、来年の目標とか。来年目標、うん、なんですかね、来年の目標。そう、だから失敗だったわけですよ、売れなかったんですか、芸人としては。まあ、そうですね。我々は失敗ですよ。そう、また失敗しました。そう、複数なんか、ね、多くの収入源が別のお仕事だったわけでしょ。まあまあ、大体そうですよ。そうでしょ、うん、あ、もう失敗ですよ、我々は。失敗作ですよ。失敗ですね。今年1年、うん、そう、まあ1年、だからまあ、次の1年で急に売れるなんてことはまあまずないでしょうから。そう、はい、そうね、なんか、有名な人に見つかろう。そうだね。ジャスティン・ビーバーとかね。ジャスティン・ビーバーに見つかったのがピコ太郎さんですから、うん、そう、だからなんか発信していかないとっていうことですよね、だから要は。そう、うん、まあでもまだ今年 R1 あるしね。そう、ピン芸人が難しいのって年末に振り返っちゃうとまだ R1 あるしなってなっちゃうから。そうなんですよ。そう、年度末に振り返るのはピン芸人はいいよね、うん、そう、いや、R1 が終わった後にね、うん、あ、そうなんです。もう来年もね、なんかちょっと変わったことしないとな。でもな、そうなんですよね、とか言いつつなのよ、結局30代早いぞ。あっという間です。 30からの1年はこれからでしょ。もうそうです。うん、早いよ、うん、まあ頑張ろう。頑張りましょう。はい、メール
コメントお待ちしてますので、よろしくお願いします。まあ、コメント欄にはあれだね、皆さんの来年の目標を書いてください。お願いします。今年一年ありがとうございました。ありがとうございました。